どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はプロスペクトパークの駅の前にいます。こちらはブルックリンですねに来ておりまして、これからねスモーガーズバーグっていう、まあなんていうんですかね、いろんな屋台が詰まった、まあ、イベントなんですけども、今ニューヨークでは2019年7月現在ですね、スモーガーズバーグっていうイベントと、それがいろんなところでやっておりまして、ぜひ、ね、あの概要欄に、公式のウェブサイトを載せておきますので、曜日別でいろんなところでやっておりますので、4月から11月の間だったかな、ちょっと期間は限定なんですけども、ぜひ、ね、行ってみてはいかがでしょうかということで、今回ねその、スモーガーズバーグを紹介ということで行ってみたいと思います。で今日は、7月の、何時かな、7日ですね、7日の日曜日なので、このプロスペクトパーク、ブルックリンのプロスペクトパークまで来ないと、そのスモーガーズバーグっていうのは体験できない、参加できないので、わざわざここまで来ました。なんですけども、マンハッタン内でもねやってはいるんですけども、残念ながらね、あの規模は小さかったりします。最近できたハドソンヤード34丁目にあるハドソンヤードのそばでも曜日によってはねやっているんですけども、ちょっとあの屋台の数がねとても少なかったりするので、もし行くんであれば、ブルックリン方面のねスモーガーズバーグに行かれることをお勧めします。いや今日もね天気はもともとは雨予報だったんですけども、なんとかね天気持っててね助かりました。で私もねこのスモーガーズバーグ自体は行ったことあるんですけども、このプロスペクトパークっていう地域にね来たら初めてなんで、ちょっとワクワクしてますね。プロスペクトパークのブリーズヒルっていう名前のところでやってみたいですね。まあ、公式ウェブサイトに行くと、そのままね、Google マップにも飛べますので、まあ、多分誰でもちょっと距離はマンハッタンから離れているんですけども、まあそんな難しくないんで、ね、行けると思います。人の流れをね落ち着いてからこの動画回したんで、ほとんど周りに人いなかったんですけども、基本的には人の流れがね結構あるんで、まあ間違えるっていうか分かんなくなるってことは多分ないと思います。でこのスモーガーズバーグはですね、毎年その出るお店も違いますし、
って結構ね有名なお店も出るんですよね。ですのでわざわざねマンハッタンの人たちもここまで来て楽しむっていう感じですかね。いや思ったより駅から離れてるな。でも人が多いんでねそんなに不安とかそういうのは全くないですね。セントラルパークみたいですね。急にトランペットでしょうか、演奏してる人たち、演奏してる人がいたりとかして、あ、ここの近くに動物園もありますからね。お子様連れの方も楽しめるんではないでしょうか。帰りにそこも寄るみたいなのもありだと思います。で、到着しましたね。スモーガーズバー、今回ね、日曜日ということで朝11時から夕方の6時まで、まあお祭りみたいな感じですよね、雰囲気的には。でちょこちょこね屋台なのにクレジットカードが使えるお店が増えてるそうです。それではせっかく来たので一周してね。あ、すごい人ですね。公園から公園内はそんなパラパラぐらいだったんですけども、この会場内はすごいですね。ロブスターがありますね。クレープですかね。いやすごい。お店自体は110ぐらいあるって書いてあったんで、全部一応一周しましょうか。たこ焼きがありますね。たくみたこ、たこ焼きがあります。いやすごい、まさかのこのニューヨークでたこ焼きを見るとは思わなかったですね。フライドチキン、唐揚げありますって書いてある。ここ日本のお店っぽいですね。豚さんがそのまま焼かれてますね。ちょっとあれは見るのが辛い。で、お手洗いも併設されると、ありましたね。お手洗いも奥にあります。で、お水はフリーで飲むことができますね。
まあ、こんだけ今結構暑いんでね、おー生牡蠣も食べれるんですね、これはすごい。ちょっと怖いですけどね、多分今日も気温が多分28、9ぐらいあると思うので、これ結構有名になったラーメンバーガーですね。お、かき氷が、かき氷がありますね。ジャパニーズって書いてますね。ジャパニーズシェイブドアイスって書いてますね。いやここまで来ると何を食べればいいか分かんないですね。お好み焼きがあります。お好み焼きもあります。たこ焼きもお好み焼きもあるってことはもう日本のお祭りと大差なくなってきてんじゃないですか。焼きそばもあります。すごい、いやすごいですね。あと焼き鳥があったら日本のお祭りと変わんないぐらいまでありますね。これドウっていうドーナツ屋さんですね。このお店も有名です。お、マイティクイーンズバーベキューもここに出てるんですね。こちらマンハッタンのどこだったっけな、マンハッタンの、マンハッタンにもあるお店ですね。いや、ここで食べれるんだったらぜひここで食べたいなと思いますね。これで一応一周しました。ちょっとね、どこか食べてみたいと思います。トマト、まさかのイカ焼きまでありますね。ニューヨークの人にもイカ焼きは受け入れられてるんですね。並んでますからね。焼きそばかもしれないですけど、今回はね、こちらのマイティクイーンズでランチしたいと思います。$11、1300円ぐらいですね。マイティクイーンズバーベキューとフォークをね、注文いたしました。これ今、いただきます。一応ね、ハンバーガーみたいなんですけど、残念ながらねちょっと具の量が多すぎて味噌は厳しいですね。バーベキューってお店があるって先ほども言ったんですけど、
きたいなと思ってたんですけど、日程的に厳しいなと思って、来れてよかった、食べれてよかった。これで11ドルなので、1200、300円ぐらいです。まあまあなお値段ですね。ハンバーガー一つですね。これがニューヨーク。いかがだったでしょうか。今回は、プロスペクトパークの、スモーガーズバーグを紹介しましたけども、こちらはね、いろんなお店が一気に楽しめるっていうのがありますので、とてもおすすめとなっております。この動画が役に立った、面白かったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。